事務用フリークだよ。僕剣王旗、今日は僕たちが天地無用のすべてを教えちゃうよ。天地さん、彩香さん、そして私の主人の涼子さんの周りはいつもお祭り状態。周りを取り巻く人たちのキャラクターもすごいしね。シャオシャオ、愛と友情と笑いと涙のドタバタ SF アニメ、涼子剣王旗、天地無用の問答無用。まずは涼子さんの熱いラブシーンから。ほんと積極的なんだから。アシャン言っただろ、私は海賊だって。お前を頂戴に来たぜ。ねえ天地、ああ話せってば。ねえ天地、そんなことしてないでさ、なんかして遊ぼうよ。こっちを見て、天地。いやだ、天地見て。うわー、肝試しをしに来たんじゃなかったのかよ。うん、さっきまで。そうだ、こうなったら私と一緒にどっか遠くへ逃げようよ。見てなよ天地、私いつかきっとお前を本当の旅に連れ出してみせる。天地、楽しいよな。毎日お祭りみたいでさ。こんな日がいつまでも続けばいいよな。天地、頼む。行かないでくれ。何もいらない。お前をなくしちまったら、私はすごく積極的だね。私たちもそうしようよ。みゃー、続いては彩香様。ジュラ王家の姫とあって恋の方もおしとやかに。でも普段は全然違うのにね。シャオシャオ、なんでかみゃー。大丈夫ですか、彩香さん。大丈夫ですか。すいません。いえ、天地様、私あなたのことが。ジュライ王家正統の血筋であると分かった以上、天地様が王位につくべきなのです。そうすれば私は天地様と一緒になることができる。こら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 、そこのアイカ、何やってんだよ。何にも、見ての通りですわ、リョークさん。てめえ、やっぱりあなたには関係ないでしょ。はい、天地兄ちゃん。にゃあ、こんなに喧嘩してると誰かに取られちゃうぞ、シャオシャオ。次、ササミね。はいはい。ササミ。ここで天地無用主要声優さんが選んだベストシーンを紹介する。みゃん、まずは涼子役の織笠愛さんが選んだこのシーン。だって心の底では気持ちが通じてるって思ってたから。なあ、そうじゃなかったのかよ。続いては愛花役の高田由美さん。私はジュラー王家の領地なの。ここで取れたものは全部私のものなの。シャウシャウ。日本史役の水谷優子さん。
ユリさん。天地パパ役とおじいちゃんの役をしていた青野たけしさん、一人で二役同時にこなしてたんだって。すごいみゃん。そして選んでくれたベストシーンはこれしゃん。それでいい、感じるぞ君の闘志を。加賀という、お主にはもう一度死んでもらう。次は和州役の小林優子さん。和州ちゃんが発明した次元インナリスコントローラーが暴走して、みんないろんな世界に迷い込んじゃうんだよね。しょう、世界をさまようことになる。ささみ役の横山千佐さん。和州ちゃんのコピーが三星さんになってしまうシーン、しょう。これはおかしかったみゃん。シャオ、最後は天使役の菊池雅美さん。ホームコメディとしてこの作品を見せるならこれってことで決めたんですって。繰り返さなくちゃね。そうですね。いやー、ベストシーンのコーナーでした。シャオシャオ、さあ次はこのコーナーだよ。焼きそば2つください。毎度。そこまでバカにならなくてもいいのに。ほんとだにゃん。またくシャオ、涼子お姉ちゃんの子供だから天子。俺の子供じゃない。そんなに見つめないでください。愛川、愛川。全然いないよ。おい、金魚がいなけりゃ客が来るわけないじゃないか。いるよ、ちゃんと。大きな魚だよ。わん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 。な、ちゃんといるだろ。よし、これでオッケー。ここは万事解決。あとはじゃあスイッチオン。また修理が遅れちゃいましたね。ワシュちゃん頑張って。ワシュちゃんファイト。ワシュちゃん頑張れ。ファイト一発。ファイトファイトファイト。たまにはあんたたちも頑張んなさいよ。何よそれ。この星の風の特効薬なのよ。お前はすいません、すいません、すいません。あんたのせいよ、あんたの。すいません。三星さんも大変そうだね。これでもあげようか。シャオ、すごいんだって。行ってみよう。シャオ、このお風呂は広くていいわね。
んのママが見れるんだって。みんなで見るしゃお。みゃー、私たちが教える天地無用いかがでしたか。もっと詳しく知りたい人は劇場で会おうしゃお。天地さんを取り巻くいろいろな愛、そしてお祭りのようなドタバタ、ちょっぴり儚くてちょっぴり切ない時も、三角関係の涼子さんと彩香さん、天地さんはどっちに振り向くのかみゃん。しゃあ、こいつ大変しゃあ。みんなもずっと見守ってあげてね。それじゃあまた会う日まで、シャウシャウにゃプライベートアイドルの完結編です。はい、僕メイスター。ファーストコンサート直前に起こったアイドルのプライベート写真流出事件だけど、犯人はなんとアイドル好きのパソコンマニアだったんだ。ナビたち愚かをそんなことに悪用するなんて許せません。そいつ僕のプライベート写真をコンサートで流すって言うんだ。おまけにナビがさらわれちゃったんだよ。ご覧ください、この人。今日からこのマリンホールホワイティで行われるスーパーアイドルメインスターと、そのパートナーオルカのナビのファーストコンサートに集まったファンの列です。まだ故障は治らんのかいな。もう開演まで時間がないで。社長、故障じゃなくてさらわれたんだって言ってるでしょ。なバカな話があるんかいな。とにかくそのなんとかいう男は信用できるのかいな。ほんまにナビを直せるんやろな。タミヤ君は頑張ってくれています。ほんま心もとないの。今さら中止もできへんし、ライスボールといい、はるかといい、オルカのおかげでうちは大迷惑や。社長、ナビたちが悪いんじゃないわ。メイ、この大変。おいこら、何すんねん。失礼。やったか。残念でした。ちくしょう。タミヤ君、メイさん全然ダメ。プログラムに近づくだけでナビさんもどきが出てきて、もうずっとこの調子なんですよ。こんなにひねくれててがっちりしたガード見たことない。犯人の方があんたより上手ってことか。そんなことはないはずです。でももう2日もかかって。まだこれからです。タミヤ君、お願いナビを助けて。ナビ、あんなところに閉じ込められて助けてって言ってるよ。なのに僕何もできなくて。メイさん、分かってます。全力で頑張りますから。メイ、ほらお化粧が落ちちゃうよ。
まだやってるの？無駄よ、無駄無駄。あっちもあなたを助けようと必死みたいだけど、もう無理ね。間に合わないわ。よしなさいって。あんまり無茶をするとデータに傷がつくわよ。コンサートが終わるまでここでおとなしくしていなさいよ。あなたたちの思い通りになんかさせないわ。そこでそんなことを言ってもね。ま、見られないあなたは残念だけど、今日のコンサートはきっとすごいことになるわよ。メイ。バカな子。大変お待たせいたしました。メイスター&ナビファーストコンサート開場いたします。チケットはお一人様1枚ずつお手に持ちまして係員にご提示ください。なお、コンサート中の写真お前たちは幸運だよ。今日のコンサートではめったに見られないいいものが見られるぞ。お客様、できればマスクとサングラスをお取りください。あらぬ疑いをかけられないとも限りませんので。はい、はるかお姉さま。はるかさん、それにライスボール。話は聞いたわ、メイちゃん。その、なんて言っていいか。メイさん、ありがとう。で、どうなの？そう。許せないわ、こんなの。私たちばかりか、メイさんまで。とっ捕まえたら、思いっきり引っ叩いてやる。ありがとう。あなたたちだって大変なのに心配してくれて。何言ってるんです？私たちだって被害者ですもん。そいつには、思いっきり恨みがあります。本当に、メイちゃんを同じ目に遭わせたくないわね。よし、今度こそどうだ。惜しい、惜しい、惜しい、惜しい。くそ。惜しい。ダミヤ君。ただのオーバーロードです。でも今ので多分3分の1が飛んでしまった。オーバーロードって使いすぎたってことよ。で、なんとかなるの？開演までもう30分もないのよ。分かってます。僕だって諦めませんよ。何か私たちに手伝えることは？そうだ、会場を探してください。あいつはきっと来ているはずです。正気？このコンサートに何人来てると思ってるの？軽く10万人はいるのよ。ゲートチェックならともかく、もう中に入っちゃってるし。でも、はるかさんとライスボールはオルカを持っている。オルカの目というか、サーチならなんとかなるかもしれないでしょ。待っててください。今、ヤツのモンタージュを作りますから。最高だ。あなたの精一杯を見せ
歌が聞こえる。ナビ、この歌が聞こえてる。聞こえる、聞こえるよ、メイ。何言ってんのよ、そんなものここに聞こえるわけが。やめなさいよ、本当に消滅したいの。メイ、すぐ始めてやる。行け、ダークナビ。ハイパーメイはいつもこうして平和を守っているのよ。いるのよ。こら。夜が更けて傘を差す高層ビルの街、夢の雫とバスクルクル
ィークだよ。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。妖怪刑事のドロです。今日は FX ユーザーのご要望にお応えして、魔剣道こと剣の舞さんのプライベートを密着レポートしてみたいと思います。いえいえ、ご心配なく。この妖怪シーツをすっぽりかぶれば、本人に気づかれずに彼女の生の生活をご覧いただけるでありましょう。それではまた後ほど。さあ、いよいよ潜入いたします。いやー、なんだかドキドキしますね。おやおや、いきなりなんて寝相なんでしょう。やだ、もうこんな時間。なんで誰も起こしてくれないのよ。相変わらず勝手な人ですね。お母さんおはよう。お父さんおはよう。行ってきます。慌ただしいですね。時間の都合で通学シーンは割愛いたしました。あなたがご覧になりたいのはそんなものではなく、これですよね、これ。実は今日水泳の授業のあることが事前調査で判明しているのです。期待通りのお約束ですね。舞さん、舞さんはどこかな。あ、いました、いました。おー、来ました、来ました。ちょっとこれは、いくらなんでも、しかし私にはカメラを止めることができません。あー、あ、な、なにこれ、バッテリーが。そうだね、先ほどは失礼いたしました。それでは撮影を再開いたします。いやー、いいですね。どうです、たっぷり楽しんでいただけましたでしょうか。それでは更衣室の方に先回りしたいと思います。そんなところに隠れてないで、用があるなら出てくれば。まさか気づかれたんでしょうか。さすがにいい感してるな。マイちゃん、あの人たち誰？私をスケバンなんかと勘違いしてるのがよくいるのよ。もううんざり。てめえを倒してレベルアップさせてもらうよ。ザコモンスターじゃ100万年かかっても勇者を倒すのは無理なんじゃない？誰がザコモンスターじゃ。やっちまいな。おこれ以上やるとこいつがどうなっても知らねえぜ。さっさとそいつを捨てな。人質取っても結局やられんのよね、悪者って。そんなら漫画の世界だけだぜ。投げっぱなしジャーマン。ヒカリ、ちょっとは手加減なさい。だってお姉ちゃんばっか戦ってずるい。何言ってんの。次はあんたんとこの授業でしょ。早くしないと始まっちゃうわよ。あなたたち、壊したものは直しておいてね。はい。ピーだ。ちょ、実戦が一番強くなる近道なのにな。おっと、今度は光さんの着替えシーンが見られるなんて。あ、あれ、なんだこれ、どうしたんだ。あ、先ほどの乱闘シーンでビデオが故障してしまったようだ。あ、もう返す返すも残念、無念だな。はあ、ようやく治りました。では下校途中の舞さんを追いかけることにいたしましょう。はあ、でもこれでは当分おいしい絵は撮れそうもありませんね。と思いきや、いやー、あらー、大自然の恵み。ちょっと、いつからカメラ小僧になったのよ、ドロさん。これは舞さんが日々精進してるかどうかチェックを。それをローアングルで撮る必要があるわけ。いえ、ですからね、ここ。ほんとあ、おお、刑事が痴漢まがいのことしてどうすんのよ。以上、剣の舞さんのプライベート密着レポートを終わります。 FX ソフト、負けるな魔剣道 Z、 買ってくださいね。新しい魔剣道は PCFX の RPG です。新キャラもいっぱい登場してくるから、みんな買ってね。そうそう、新キャラのさやちゃんを紹介します。じゃあね、バイバイ。
イスフリークだよ。私の、すべてです。彼女は音楽の神ミューズが遣わした天使。彼女の歌声が僕たちを導いてくれる。そして彼女にこれほどまで愛されている音楽とは。どんな時にも音楽に支えられてきたので、私の場合はもう切っても切り離せないものですね。大事な宝物のような。純子は静かに語り始めた。私が音楽を感じる時は、綺麗な空や素敵な人に出会った時ですね。純子はいつもマイペースで等身大の自分であり続けようとする。大地の鼓動が、風がいつも感じられるように。彼女はここで多くの人と出会った。声優岩尾純子として、このスタジオではオリジナルアニメビデオ「キー・ザ・メタル・アイドル」のアフレコが行われていた。主人公キーを演じていく彼女、桜役長澤美希の呼吸を感じながらアフレコは進んでいく。やだ、切っちゃったよ私。どうしよう、なんだって。ごめんね、電話の修理の人が来て故障が治ったかどうか確かめようと思ったから。だから何の用だったのか。彼女はマイクに向かってさまざまなキャラクターになっていく。声優というフィールドの中でいろんな役でその疑似体験ができることによって、その子のまた持っているエネルギーみたいなものをどんどん自分に吸収していけるという意味で、やっぱりかなり歌だけをしている時とはもう世界観が変わりましたし、彼女の声がキャラクターに命を吹き込んでいく。キャラクターにたくさんのチャンスや幸せを分けてもらってるんだなというふうに思いますね。そしてキャラクターは彼女を成長させてくれた。声優としても歌手としても。歌の場合はもう全て自分にかかってくるし、一人の世界ですよね。でお芝居の場合は本当に共同作業というか、特にアフレコは感情に浸っている場合ではない時もありますし、カットはどんどん変わっていって、でテストラステス本番ということで、もうその3回目の本番で全てを決めなければいけないという緊張感、なんかすごくやっぱりクールにこうしていなきゃいけないけども、でもセリフはしっかりと感情を込めなきゃいけないっていうところで、すごくだから難しいなというふうに思いましたし、でもそう思った分だけ、あ、これをもうしっかりできる人に絶対なっていきたいなっていうふうに。純子はいつも等身大の自分であり続けようとする。今の自分を全て受け入れようと。見えない期待だとか不安だとか、そういうものを私も持っていますので、それを人に分からないように隠して自分を作ってしまうんじゃなくて、その持っているもう不安と期待をそのまま出していけるような、ストレートに出していけるような自分の歌という意味で、決してだから作っていかないで、そのままの私自身のキャラクターでいければなというふうに思ってるんですけどね。彼女は今音楽という宝物を作り出そうとしている。小さな指先を通して音がメロディーに変わっていく。そのメロディーを譜面が記憶していく。何が彼女を作品作りに向かわせていくのだろうか。すごくいい出会いがあった時というのは、やっぱり曲を書いてみたくなるし、その人の顔を見ているだけで、表情を見ているだけでメロディーが浮かんできたり、あとは一人になった時間に
晴れた澄んだ空を見上げた時だとか、今自分の作り出したメロディーに息を吹き込んでいく。レコーディングのたびに本当に少しずつなんですけども、いろんなことを吸収してこう成長していってるような感じがするんですよね。まつげに積もる悲しみ、そのヘッドホンを通してそのままブレスから何から自分の耳にすぐ返ってきますから、そういうところで、あ、こんな声も持ってたんだなとか、あなたの胸で溶けてく。一番好きな時間というのはレコーディングであって、一番好きな場所というのはスタジオのやっぱりマイクの前ですね。彼女の宝物を見せる場所、人はその場所をコンサートと呼んでいる。ゆっくりと幕が上がる。彼女は自分の宝物を一つ一つ歌ってゆく。本当に愛おしく、本当にありのままの姿で。人に成長していきたい。これまで本当にたくさんの方たちに出会ってきました。素敵なことばかりじゃないけど、でもその出会いによってたくさんのことを学んで、そしていろんなことが勇気に変わって、今はすべてそれが素敵な思い出に変わっていきます。ずっと私を抱きしめ、熱く息づく魂で、私が歓声の中、彼女のコンサートが終わった。天使の歌声で地上を愛で満たし、僕たちに幸せをくれた。彼女はコンサートの後このように語ってくれた。私の表情一つでもう皆さんがそれに反応してくれるっていうところだとか、あと歌を聴いて感動してくれたりっていう時に、自分自身がやっぱりこう楽しいな、感動してるなって思ってる時って、それが私たちも同じですよっていうようなことがね、すごく伝わってきて、きっとこういう瞬間がいいんだろうな。いつも等身大の自分であり続けること、それが岩尾純子を歌手として声優として支え続けているものなのかもしれない。扉の向こうでまた新しい何かを生み出す、その第一歩が始まる。
リナちゃんの日記を大公開。皆さんこんにちは、ヨルフィー役の大野マリナです。今回は私の日記を写真付きで皆さんに大公開しちゃいます。ちょっと恥ずかしいけど、ヨルフィーじゃない大野マリナも見れるんじゃないかなと思います。それでは大野マリナの日記、始まり始まり。今日はすごく美味しいケーキを食べちゃった。美味しそうなイチゴが乗ったショートケーキでとっても甘くて美味しかった。それに紅茶も最高、また食べたい。どうしても欲しかったお洋服をついに買っちゃった。前からすっごく欲しかったんだこの服。鏡の前で服を当ててみたらとってもよく似合うんだもん。あんまり嬉しいんで買ってきた服に着替えて出かけちゃった。そうだ、今度のお休みにこのお気に入りの服を着て公園に行ってみよう。そうだ、そうしよう。今度のお休みの日に晴れるといいな。今日はこの前買った服を着て公園へ出かけた。公園って久しぶりに行ったけど、たまにはいいもんだな。公園の中を歩いたり景色を眺めたりしてすっごく楽しかった。お気に入りの服を着て行っちゃったし、もう最高。また行こうっと。今日はノルフィーの写真撮影の仕事があった。ノルフィーの衣装を着て写真を撮ったから、私自身が本当にノルフィーになったみたいでとっても楽しかった。起きて時計を見ると1時間も寝坊してた。今日は打ち合わせのある日だったのに、こういう日に限って目覚ましならないんだから。おかげで打ち合わせに遅れそうになっちゃった。もう目覚まし見てびっくり。慌てて着替えて駅まで全力疾走しちゃったから仕事する前に疲れちゃった。でもなんとかギリギリ間に合ったからよかったけど、あともう少し起きるのが遅かったら打ち合わせに遅刻してたかもしれない。なんで目覚ましが鳴らなかったのかなと思って確かめてみたら電池が切れてた。電池も取り替えたし、これで明日は大丈夫ね。今日は PCFX で遊んだ。私はこの PCFX のイメージキャラクターノルフィーの声を演じている。ゲームは楽しいし、ノルフィーを演じるのも楽しい。ゲームで遊んでいると熱中しちゃってついつい時間が経つのを忘れちゃう。私ゲームって大好き。今日は CD を買いに行った。 CD を買いに行くといろいろな CD が欲しくなってどれを買おうか迷っちゃうんだけど、今日はお気に入りの CD があったからその CD を買ってきた。好きな曲がたくさん入っていたから何回も繰り返し聴いちゃった。今一番やってみたいのが歌の仕事なんだ。いつか歌手デビューしてコンサートをやりたいな。今日はノルフィーのアフレコの仕事があった。私と一心同体って感じのノルフィー。ノルフィーは私が初めてもらったキャラクターだから今可愛くって仕方がない。私が初めて演じるキャラクターロルフィー、これからも大切にしていきたいな。いかがでしたか私の日記。これからもロルフィーというキャラクターを大切にして頑張っていきますので、大野マリナをよろしくお願いします。
レミアムプロモーションフィルム上映館。この冬、女性ゲームファンが最も注目するゲームが登場します。ネオロマンスゲーム、アンジェリックスペシャル。美しいキャラクターで大人気。ガイドブックからオリジナルドラマ CD、スクリーンセーバーと、どんどん広がるアンジェリックの世界。そして、ファンのハートを射止めたこのゲームがパワーアップして PCFX に移植されるんです。アンジェリックって言えば、ファンタジックな世界で繰り広げられるシミュレーションゲームよね。お話は、全宇宙を司る女王が次世代の女王候補を選ぶところから始まるの。アンジェリックスペシャルでは、憧れの守護聖様たちもフルアニメになって私たちに話しかけてくれるの。ああ、やめてよ、二人とも。そうか、いつも厳しいジュリアス様。次期女王候補と例の惑星が。金冠。神秘的な雰囲気のクラビス様。女王陛下にお仕え。いつも元気なランディ様。そんなことでどうする。私たち守護星の力を正しく使いこなせるかどうか、とっても優しいリュミエール様。その惑星で試させるという試験なのですね。それで、プレイボーイのオスカー様。甘えん坊のマルセル様。ちょっと乱暴なゼフェル様。それより怪しい魅力のオリビエ様。守護星全員に呼び出したなんて。とっても知的なルバ様。その他にもディア様やライバルのロザリアもますます魅力的になってゲームを盛り上げてくれるのよ。そしてアンジェリークの最大の魅力っていえば、美しい9人の守護聖様との心ときめく恋のシミュレーション。ゲームの舞台となる飛空都市では、守護聖様に大陸の育成を頼んだり、会話を交わしたり、時にはデートをしたりと、さまざまなイベントが待ってるの。あなたはお気に入りの守護聖様に気に入られるように努力して、愛を育んで2人だけの恋愛ドラマを作ることができるの。また PCFX 版では、ロザリアの部屋に行けたり、それぞれの守護聖様と趣味の時間を一緒に過ごせたりと、イベントもパワーアップ。女王になるのもいいけど、素敵な恋もしてみたい。女の子なら誰でも持ってる夢を、アンジェリークスペシャルはきっと叶えてくれるわよ。 PCFX 専用ソフト、ネオロマンスゲーム、アンジェリークスペシャル、12月22日発売です。お楽しみにね。こんにちは、岩尾純子です。宝探ししましょう。宝探し、宝物は私のハートよ。画面上の箱の中にハートが一つだけ入ってるの。私と順番に探して、早く見つけた方が勝ち。空き箱は外れだからね。私に勝つことができたら、プレゼントはあなたのもの。頑張ってね。それじゃあゲームスタート。ハートはどこだ。すごい、よくわかったね。それじゃあゲームスタート。ハートはどこだ。あ、
くだ。もう一回箱開けてもいいよ。すごい、よくわかったね。それじゃゲームスタート。ハートはどこだ。すごい、よくわかったね。それじゃゲームスタート。ハートはどこだ。すごい、よくわかったね。それじゃゲームスタート。ハートはどこだ。すごい、よくわかったね。あなたハート見つけるのうまいね。ここでやめてもプレゼントには応募できるんだけど、豪華版のスペシャルコースもあるんだよね。どうする？それじゃスペシャルコース行くよ。実は今度は箱の中に一つだけ爆弾が入ってるの。その箱を開けてしまったら即ゲームオーバーだよ。大丈夫、私もどこに入ってるかわからないから。少し後悔してる？でももう遅いよ。それではゲームスタート。嘘、よくわかったね。それじゃゲームスタート。ハートはどこだ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 。嘘、よくわかったね。乾杯だ。これで私のハートはあなたのものっていうわけにもいかないので、スペシャルパスワードを教えちゃうね。おめでとう。パスワードはこれよ。はがきに応募券を貼って送ってね。パスワードは絶対に忘れないでね。抽選でご覧の商品が当たります。詳しくは取扱説明書を読んでね。それじゃあまた、バイバーイ。美少女コンテストの結果を発表。美少女コンテスト結果発表。ベスト20、司会はドルフィーです。このコーナーでは第20位から第1位までの順位結果を発表しちゃいます。さあ、栄光の1位に輝くのは誰かな。ロルフィーもとっても楽しみ。それでは早速順位の発表を始めましょう。第20位、第20位に選ばれたのは篠原泉さんです。続いて第19位の発表だよ。第19位はキヌさんです。次は第18位。第18位は安田舞菜さんです。第17位、第17位に選ばれたのは藤宮もみじさんです。第16位、第16位は鈴木梢さんです。第15位です。第15位はパステルさんです。第14位だよ。第14位はギアーベルト・フォン・ノイエシュタインさんです。第13位、第13位はナターシャさんです。第12位の発表だよ。第12位はメイスターさんです。次は第11位です。第11位はマルレーヌさんです。ここまでの順位でご紹介した皆さんはもう少しでベスト10圏内に入れるところだったのに、惜しかったですね。
さあ、それでは続いてベスト10の発表を始めましょう。では、発表を続けます。第10位は杉本桜子さんです。続いて第9位、第9位はツワティさんです。次は第8位の発表です。第8位はルルベルさんです。さあ、次は7位の発表だよ。第7位、第7位は田中美沙さんです。第6位の発表です。第6位はユーリキューブさんです。続いて第5位の発表です。第5位は、あ、私だ。皆さんありがとう。ドルフィーを選んでくれてどうもありがとう。ドルフィーとっても嬉しいです。感想は1位に選ばれなかったのがちょっと残念かな、なんちゃって。皆さん本当にありがとうございました。それでは続いて第4位の発表です。第4位はリリスさんです。いよいよ第3位の発表です。第3位はステイシアさんです。おめでとうございます。さあ、誰が第2位に輝くのかな。第2位の発表です。第2位は鳴沢ゆいさんです。おめでとうございます。ついに第1位の発表まで来ましたね。栄光の第1位に輝くのは誰なのでしょうか。なんだか私ドキドキしちゃうな。それでは発表します。栄光の第1位、第1位に輝いたのは神楽坂ゆなさんです。すごいな、おめでとうございます。以上で美少女コンテスト結果発表ベスト20を終わります。皆さん、たくさんのご応募本当にありがとうございました。第2回美少女コンテストが開催されるかどうかはまだ分かりませんけど、機会があったらまたお会いしましょうね。それじゃあね。あ、そうだ、今表示されているコマンドを各順位発表中に入力すると第20位から第1位までのベスト20の結果を一度に表示してみることができるよ。後で試してみてね。それではこれで美少女コンテスト結果発表ベスト20を終わります。司会はドルフィーでした。それじゃあね、バイバイ。フリークスニュースです。
ビークスニュースです。